どうもこんにちは、伊藤健です。最近思ったのはね、やっぱできる人ほど一流のものに触れる機会を持ってるみたいなこと、そういうものから常々刺激を受けるっていうのが大事なんだろうな。とはいえね、なかなか一流のものっつってもね、そうそこらにあるもんじゃないから、今日はね、とりあえず世界一のもの、世界一って言ったらまあ一流だよね。今日はこれから世界一のものに触れていきたいと思います。では行くぞ。でかいなぁ、怖いなぁ。南無阿弥陀仏と六歩で渡らせていただきましょう。あ、みんな渡ってる。おじいちゃんおばあちゃん、これな、六歩で渡る。南無阿弥陀仏だけ仏か仏。うわ、すげえなこれ。見えますかね、これ めちゃくちゃでかいよこれ。めちゃくちゃでかいし、なんかちょっとこう前のめりになってるじゃん。怖ー、すごいなこれ。もう想像以上の大きさ。大仏さんの背中部分にやってきました。なんか入り口になってて、こっから中に入れるみたい。この扉が開くの、もう開いた。靴袋に。こちらお願いします。お話が終わりました。北村扉が開きます。この空間は私たちの目が欲望に覆われている闇。南無阿弥陀仏とお念仏するとき、私たちは浄土に往生することが決まるのです。今大仏さんの中にいます。すごい、ここ。すごいな。なんかこういうのドラクエであったよね。なんかね、富士山がうっすら見えるって、このカメラでつかめないだろうな。スカイツリーがね、あの肉眼ではねちょっと見えます。カメラではどうだろう。まあ、エレベーターで5階っていうふうに上がってきたんだけど、実際には28階に相当する高さのようです。ここね、大仏さんの胸の部分ですね。わあ、すげえ。仏さんいっぱい。出てきた。牛久大仏に世界一をね見に来ました。茨城県牛久市にあるブロンズ製の大仏立像で、全高 120m、 ブロンズ立像としては世界最大ということです。ギネスも、ね、認定しているようです。でね、なんかこういうやっぱり奇抜なものを作っちゃうって、なんか変わったなんか信仰のとこかなと思いきや、そうじゃない。ちゃんとしたね、あの浄土真宗の、東本願寺だったかな、間違ってたらごめんなさい。ちゃんとしたねお寺のありがたい大仏さんです。めちゃくちゃでかいのよこれ。なんか公園もねでかいのよ。で、墓地とかも、墓地公園あってさ、でけー、見るたびでけー。
暑いよ。できるやつはね、常日頃からこういう世界一にね、見て触れてね、で自分を高めてると思う。というわけで今日は、牛久大仏からお送りしました。チャンネル登録よろしくお願いします。